私わかりますよ。あ、鳥がいます。さらに何もなくなっているんです。でもダメだ。あー、しょうがない。じゃあどうしましょう。ありますね。あそこに鳥居が見えます。多分あれだと思います。もうあれしかないですね。どう見てもあそこしかないんで、あそこめがけて直線に行きたいです。歩くスピードも上がります。ちょっとこうお山みたいになってますね。こんな真ん中にあるんですね、田んぼの真ん中に。寒いんで走ってもいいですか？寒い。あ、霜柱がある。はい。大して体温上がらなかったです。着きました。星神社古墳、間違いなくここです。県指定史跡になってますね。星神社古墳かっこ諏訪山古墳と書いてあります。周囲を水田に囲まれた全長100メートルの前方後円墳なんですね。江戸時代に鴨志田家が水戸藩から拝領したことから拝領山と言われ、諏訪山古墳とも呼ばれている。これは興味深い内容ですね。古墳なんですよね、ここ。なんか今古墳の中にいるってことですよね。裏側行っていいの？でも円にはなってますよね。確かに丸いです。丸い。こう円形にぐるんとなっていますね。でも県指定の史跡なので、やっぱりこのちゃんとしたそういうところなんでしょうね。古墳の中にいる感がないんですけど、古墳の中にいます。なんかあそこにちょっと石の、なんだろう、石器像じゃないですけどみたいなものが見えるので、ちょっと回っていった気がします。こっちの道からちょっと回ってみたいと思います。でも鴨志田の文字がこう、あ、でも代々の墓だから、多分代々のその先祖たちの墓がここになってるんです。ほら、名前がみんな違う。で、こちらもですね。鴨志田先生、鴨志田、
鴨志田新司、秀子、幸子。鴨志田新司の墓、まあ、多分これも鴨志田さんですね。また左衛門鴨志田くん。くんじゃねえし。鴨志田義美です。すごいですよ。天保ってすごい昔だ。天保なんて覚えてないですよ。覚えてないっていうか生まれてないです。また少し、自分の鴨志田について分かったのでちょっと嬉しかったです。いや、さっきのお箱ほんとすごかったですね。はい、ということで今週はこの辺で締めたいと思います。ではまた来週。